どうもラシングロです。ディビニティオリジナル新エンハンスドエディション続きをやっていきましょう。鉱山に来てね。前回は、なんだっけ、ゾンビトロールとあとゴブリンを倒して、でインプを一人助けましたね。で今回その反対側の方へ来ておりますけども、早速ね、なんかいそうだよね。こっちに、あーいたわ。そう、なんだこれ、何、気持ち、なんか浮いてる。ネクロマンサーの、これは良くないね、これは良くないよ。お、3匹入る、入らない、入りそうで、来た、ドラゴンブレス、はは、ざまみろ。ジャーナル更新。ジャーナル見てみましょう。操られた炭鉱夫。骨のトーテム破壊。ほう。骨のトーテム。あー、これか。あ、もしかしてこれで骸骨たち死んだ？あ、よかったね。解放できた。ようです。さて。じゃあ、彼らの無念の。晴らすためにも、違う違う違う、はい、サバイバーカルマからのこんな感じで投げとけば、あっそれ、ブワーン、はい。というわけでエンカレッジ、シグロはエンカレッジを唱えた。今噛みそうになったけど気にしない、そんなことは誰も気にしない。ヘイストで終了。オースを自分にかけて、ほい、それで届くか、届くね、はい、いけ、それで終了。さあ来い。もちろん見えぬはず。いてえ、見えてる、そこ壁だよね。なぜ見える、うわー、これ素通しか、この壁、いてえ、なんてこった。さあお前は突っ込む以外あるまい。あ、いてえ、突っ込んできたぞ、魔法使いのくせに。さあ、焼けろ焼けろ。あわー、凍結。ジャリーネはヘイストを、炎上が消失。さあ私だ。とりあえずアバターオブファイヤーを自分にかけますか。でこうだね、おらやった、で終了。さあ来い、さあ来い、うわ炎上しないぞ私は。焼けろ焼けろ。何をする気だ、やつは。ぬわっ、ペインチェーンか、うーく、くー、きついぜ。とりあえず殴っとくか、おらよっと。でとりあえずめんどくさいやつはぶっ倒しておかないとね。はい、ノックアウトブローで終了。困ったね、ちょっとちょっと溶けてくれ。溶けない、溶けないのかこれは、マジで。どうしよう、とりあえずシグロをこれでなんとか。
ふう、回復しやがった。いてえ、ロングルやばい。次のターン飯だな。うわー、シールドが全然効かない。ふう、とりあえずこれでよいしょ、ほい、いけ、よし、ほい、飛べからの回転切りだ。どれ、やった、 For you。 さあ炎の精霊をここに、あ、視界、炎のエレメンタルで終了。これはもうね、セルフイモレーションですよ。燃えろ、効かないだと。もう一丁だ。ほら、やった。嘘、効かねえの。はい、殴る、もう一回殴りましょう。はい、イエス。はあ、いやー、危ねえ危ねえ。女司祭の日記、読む。私はメンバーに選んだコンジットは、私をメンバーに選んだコンジットは何と幸運だったと言えようか。骨の頭点も作る専門知識を私以外の誰が持っているというのだ。ああ、ネクロマンサーの魔法だね。よって誰が疲れを知らぬ従順なが炭鉱夫を作り上げられるというのだ。スカスカの頭蓋骨の彼らが岩を削り打ち、斧を振り回すのは誰のおかげだと思っているのか。この力は私のものだ。このトーテムの力は、やつらの魂の力は。不思議なことだが、何か単純な力が奴隷たちの精神と魂に結びつく鍵となっているようだ。だがそれこそがネクロマンシーの力であり、私が持つ特殊な技術なのだ。旧世界で私の才能は決して評価されるものではなかったが、だが、私のもたらす世界はここではルービーの輝きを放っている。なるほどね。この女がね。なんか声が聞こえるな。What's happening? って。お？お、お、お。終わった！呪文が解けたんだ。え？なんだなんだ？安全かな？あ、よかったね。骸骨だけど、とりあえず。ね、束縛が解けたようです。さて、では、奥へ進んでいきましょう。で、地獄の騎士だっけ？それがね、おーおーおお、いるいる。じゃあ、はい、それ、もう一回、あ、壊れねえ。もう一丁、ブリッツボルト、崩落、オッケー。こんにちは。大丈夫？あ、どうもどうも。頭に響いていた声が消えた。お前のおかげだ。ハンターズエッジにいた。もしお前が我々が知らない場所へ、あの女が消えた場所へと進みたいなら、この言葉を唱えよう。支えていた言葉。サダカンドラス、サダカンドラス。あー、みんな、わあ、成仏しちゃった。すげえ。さながらここが地獄のようだ。じゃあロングル、あのスケルトン魂は転生のまで生き続けると信じていたな。そんなわけなかろう。ひでえ。ひどくない？いやー、よかったね。呪いを解いてあげることができて。この奥は？これは鉄鉱石ではない。こっちはなんだ。お、なんだこれ。ほい、シャッコ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 。ほい、お宝だ。大したものが入っていねえ。全然大したものじゃない。あらら、この先は、ああ、なんだ、いけないのか。いやー、で、なんだっけ、地獄の騎士、そいつと出会った場合のことも考えながら行動しないと。てか、
めちゃめちゃ複雑だね、ここ。やば、なんか来てる。来てる来てる来てる、うわあ。やばい、全然。デスナイト、こいつか。うわあ、レベル15。え、ちょ、あ、やべえ。これ戦闘状態？戦闘状態だね。そして無敵。これ多分効かねえな。効かないでしょ。当たらないよね、そもそも。やばい。無敵はやばい。これで、逃げる。ふぃーん。逃げる。ふぅ。さーて、どうしよう、あいつら。やばいね。こっちから行って、あんな感じだったから、これはもしかして、オルグラフ一人で？ススススス。来るか？お、お、お。どっちから来る？怖い怖い怖い。こっち側、お、道がある。お、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 あ、いた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 。うーわ。めっちゃ動くな、あいつ。で、ちょっと動き、追ってみますか。もしかしてここをただぐるぐるしてる感じ？うわー、来た。見つかったら終わりだね。うわー、来た。怖え。あと4ターン。うっ、裏を通ってったか。うわ、怖っ。うわー、すげえ死体の数。これは誰にやられたんだ。うおほほほ。あ、危ねえ。これはロングルが危ない危ない。テネブリームのなんとかつってたね。オルグラフに送って、オルグラフ箱持った？よし、ほい。高級なテネブリームのスピア、強い。はいはい、バルディッシュ、すげえすげえ。いいもんめっちゃ手に入ったよ。死体がすげえな。こんな手だれどもが一瞬でやられたのか。テネブリウムの両手ハンマー、年代物のローブと死体がもう一個あったな。はい。で、骨のトーテム。骨の偶像は本来は死者のものである。骨の一部を使って制作されるため、細心の注意を払って作らねばならない。中心に配置された骨の偶像はその周囲にあるあらゆる死体に影響を及ぼす。あー、さっきのはそういうことか。その場に偶像が置かれている限り、熟練したネクロマンサーであれば影響下にある死体の意のままに操ることができる。最も気をつけねばならないことの一つで、傷をつけた場合死体の制御は永遠に失われてしまう。うん、なるほどね。こっちからぐるっと回ってたら、もしかしたら、先にこれを見つけてね、で死体のコントロールを剥がすっていう方法に先に気づけたわけだ。さあ、怖いよ。ちょっと待って、やっぱ広っ、すげえな。いやー、そして行けるわけがない。今ここでこのどん詰まり、あ、これが今アイテムを取ったところね。じゃあこっからこう帰れば、ここ牢屋だね。ってことは、そうだね。
こっちから帰りますか。ヘイスト。透明。でも当たっちゃうか。よいしょよいしょ。で、危ね。ちょっと。はあ。やべ。これバレたら孤島だぞ。やば。これは死体。オッケー、見つけた。さあ、これでいつでも逃げれるぞ。この奥は、こっち側は来てないね。よかった。ふう。テネブリウム鉱脈あったわ。ピッケルと、これまた箱を一旦預かんないとね。あ、いた。あ、痛かったよ。よし。デスナイトなんて怖くないだろ。あいつらを黙らせるには特別な血と呪文書の一枚があればいい。呪文書？なんだろうね、呪文書って。とりあえずテネブリームは取っておこう。必要っぽいからね。はい。OK! ジャーナル更新。とりあえずの目的は達したんじゃない？トロールの懸賞金。はい。トロールキングの洞窟でテネブリームを見つけた。これを持ってブランドンから報酬受け取ろう。了解だ。じゃあ一旦戻りますか。クイックセーブして。そういえば、助けた、なんだっけ、インプ？時の果てに送り込んだけど、いいのかな？おお、何？二人とも来てくれたか、よかった。驚くべきものを君たちに見せたい。時の利点の話なんだが、君たちの集めたスターストーンのおかげでタペストリー、おお、すごい。はい。見ろ、時の新しい物語が織り込まれた。初めて歴史の新しい一編が現れた。私でもどのくらいぶりのことなのかわからない。一緒に見てみよう。お、The two generals were celebrated as the rulers of all, and even the gods paid them tribute. へえ。失われた糸のうち日本をタペストリーへと戻した。そして昔、偉大な将軍が倒した。うん。まるで我々みたいですな。ん？ついてったらいいの？あれ？なんかここ消えてない？なんかあったよね、ここら辺。これはまだあるけど。おっと、びっくりした。何？エレメンタルゾウ、ようこそこの館を支配する気高き主よ。私はエレメンタルの番人であれや、ガッタンガッタンの権威にふさわしいエレメンタルの技を滑る者。私に命ずれば任意のエレメンタルをこの神聖なる宮殿に召喚。え、何これ、任意のエレメンタルを。わけがわからん。それをやったらどうなるの、どうしよう。どれにしようかな。とりあえず炎にするか。じゃあ、いや、気が変わった。わからない。え、何、呼び出したらどうなるの。あ、魔法を変えるってことか。多分そうだよね、なんかそんな気がします。そっかそっか。するとするって、
珍しい魔法の方がいいか。降臨しようかな。そうだ、決断は下された。ああ、これってもう願い叶えてくんない？あ、いたいた。ティクスタックスじゃなくてなんだっけ、ミティクス。ヘイ、おお、またお前たちか。お茶のことだけどちょっと見たらなんだそれ。調子はどうだ？よかったね。ではまた。ちょっと行ってみましょう。あそこすごいね、勢ぞろいしちゃった。イカラも座って。これどうなんの、白露の前。寒すぎる。奴の言うことを聞いてはならぬ。え、あれ、なんだっけ、この人知ってる。なんだっけ、うわ怖え、アスタロートだっけ。名前のない魔女を味方につけるだろう。裏切り者の決心。なんかもう顔が怖い。わあ。で、スターデッド。ボレアスの白き髭に誓ってこんなことがあり得るとは、ついに故郷と帰ってきた。ついにその時が来たのか。あなたは輝かしき霜が欺くとでも。はあ、はあはあ、故郷と呼ぶ理由は、この地のために戦ったことが。へえ、あ、なるほど、ボイドドラゴンから守ったんだね。ボイドドラゴンとの戦いに参加した人だ、スターデッド。へえ、氷の魔法。あ、すげえ、嬉しい。あ、すごいすごいすごい。しかも弓のスキルがめっちゃある。うわー、めっちゃ嬉しいねこれは。へー、いやー、よかった。頑張った甲斐あったね。よし、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。氷の世界からお別れしたいと思います。待てしかして希望せよ。次回もお楽しみに。アリーベデルチ。